また来い。なぜだ、なぜ刀を抜かない。俺が切らねえとでも思ってるのか。俺は本気だぞ。抜け抜け抜け、抜かんか。抜け抜け抜け。なぜ、なぜ抜かない。お前な、なんだ。男の誇りを手にしたいと言っていたな。ああだがお前はちゃんと誇りを持っている。え、お前は切ろうと思えばいつでも俺を切れたはずだ。だが切らなかった。己の欲望のためだけにむやみに人を切るようなことはしない。それは立派な誇りだ。しっかり生きてみろ。そして正しいやり方でもっと大きな誇りを手に入れてみろ。卑怯者は説教でごまかす気か。人が真剣に勝負を挑んでいるんだ。勝負をせず刀も抜かないのは卑怯者だ。俺が刀を抜かなかったのはお前が抜くに値する人間か試したまでだ。な、何？だが勝負はまだお預けだ。刀の力に頼らない。本当の誇りをお前が手にした時、その時はお前が望むようにしよう。おい待て、どこ行くんだ。結局抜かねえじゃねえか。やっぱりお前は卑怯者だ。じゃなきゃ刀を抜いて武士の礼儀を果たせ。俺は礼儀を書くような真似はしない。そりゃ一体どういう。はあ、うわあ。負け。